僕もともと運動がすごい下手だったし、すごいぽっちゃり体型だったっていうのもあって、中学に上がった時にやっぱこのままで行くの嫌だなって思って、何か部活に入ろうと思ったんですけど、初心者なんで何をするにしたって運動ほとんどしたことないん で、その時に、まあ、アメフトかなって感じになりましたね。節目節目でアメリカンフットボールをやめようと思ったことは何度かあるんですけど、高校上がるタイミングだったり大学に入るタイミングで、まあ、他のことが面白いんじゃないかって言っていろいろ探ったりすることはあったんですけど、結局やっぱ他のものよりもアメフトが面白いなって思って戻ってくるっていうのが一番の理由ですかね。一番はやっぱ代表をこうやらせてもらう中でまだまだこう、まあ、伸ばせる余地があって、でそこを伸ばすことにすごい楽しみを感じたというか、まだまだ成長できるってことに面白さを感じたっていうのがありますね。まあ、仕事をスポーツのように頑張るっていうつもりで選んだんではあるんですけど、そのためにじゃあ今目の前で楽しんでるスポーツを切り捨てるかって言ったらそんなことはないなって思って、まずはやっぱ自分が今一番好きなスポーツでちゃんと高いレベル目指して楽しみたいなって思ったのが一番ですね。アメフトの中でしかできない体験みたいなものは絶対あるし、なんかそういった意味で僕の人間性のすごい一部になってるのかなというふうに思ってます。この11年間の競技生活を通してだんだん自分の可能性を信じられるようになってきたみたいなところが、まあ、瞬間というよりは長期的な体験ですね。シーガルズ選んだのは、まあ、結局僕のアメフト続けたモチベーションがもっと高いレベルを目指せるっていうのが一番ではあったんで、そういった意味で自分の可能性にチャレンジできるところ、まあ、実業団チームも魅力的な一方で、ただその自分の選択肢がそこに限られるのが嫌だったというか、アメフトもちろんすごく大事だし、まあ、すごい優先的に考えたいんですけど、アメフトのために仕事をする状態には絶対なりたくないなって思ったんで、なんかそこはちゃんとフラットに考えられるところがいいなと思って選択しました。シーガルズは、まあ、やっぱりでもこう一番上で居続けることというか、なんかこの高いレベルを目指すっていうとこ自体にやっぱすごくプライドを持っているというか、そこのプライドっていうのが一番象徴的な部分なんじゃないかなっていうふうに思いますね。もう単純にやっぱこうスクリメージだったりワンワンの結果についてはすごくこう、まあ、厳しさが求められるというか、まあ、なんかやられて仕方ないよねみたいなのはもう絶対にないというか、それはもう勝つのが当たり前で、その水準でやってるっていうのが一番でかいですかね。シンプルだし安易かもしれないですけど、やっぱ続けられるうちは続けた方がいいと思います。それでもしやっぱり仕事の方が楽しいとかだったり、なんかこうアメフトに週2日間とか使うの、週末を使うのはやっぱ自分としてはしっくりこないみたいなことがあれば、その時やめればいいと思いますし、なんかこうやる前から決めてしまうのはもったいないなと思っていて、少なくとも選手として自分がより成長できる環境って絶対どこかにはあるはずなので、なんかそこの面白さをまだ感じているとかだったり、なんかまだ自分に可能性があるんじゃないかっていうのが少しでもあれば、ぜひ試しに続けてみてほしいなと思います。